皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で発売されているこちらのおかえりに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2019年9月7日ですね、つい最近発売された日本を舞台にしたホラー型のウォーキングシミュレーターゲームなのかな。はい、ということでこれ VHS の巻き戻しとかの音ですよね。グラフィックは VHS 画質風なのかな。この音すごい懐かしいんですけどはい、ということで早速プレイしてみましょう。スタート。おお、これ後ろ行けんの？あ、後ろはいけない。川が流れてますね。はい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 、ザ日本の風景な感じですね。もうこんな時間？帰らなくちゃ。日本語だ。多分制作者日本の方だと思うんですよね。スキッパ。なんだスキッパって。郵便ポストがある。もう夕方ぐらいなんですかね。ちょっと暗めな感じですね。またスキッパがある。あ、これガスメーターですよね。はいはい。やば。家の場所どこだっけ？家の場所が分かんないのか。右行ってみましょうか。ホラー要素もあるみたいなんであれなんですが、自販機とかもある。こっち？ここを通れなさそうですよね。暗っ。こっちで合ってんのかな。あれ静かになった。これ絶対違いますよね。ハズレ引いた。ハズレ引きましたね。カラスがすごい飛んでんだな、上。なんか裏路地が結構あるな。お、これなんかありそうだぞ。あ、なんだここ。ここ家。自転車が置いてある。花壇になってますね、自転車が。ここ謎の裏路地ですね。なんかこの日本の風景見てるとよくわかんないけど、天柱がやりたくなってきますこっちっぽいですね。あ、公園がある。誰もいない公園。これなんだ？あ、これなんかこう入って遊ぶやつか。なんかありましたね、こんなのも。ジャングルジムっぽい何かですね。こっちかな。あ、こっちじゃない気がする。こっちじゃない気がするって言っても、うん、この先ありますよね。あれ、こっちじゃない気がする。全部行ったけどな。どっか見落としてたか。なんか取り忘れて取るものがあんのかな。あ、いいって書いてあったここだったあ、家帰ってきた。暗、電気つかないのかな。ただいま。誰もいない。鍵っ子かな。
開かない。開かない。一軒家ですね。暗。なんかいる？電気のスイッチないのか。上上がるしかないな、じゃあ。だいぶでかい家ですね。開かない。引っ越したばっかりなのかな。ああ、だから迷子になったってこと？段ボールがやたら置いたんですよね。開かないぞ。開いた？開いたっぽい。ん？な、ん？お母さん？ 怖い あ、ライトついた？ああ、これリビングかな？気のせいかな。なかなか立派なお家ですね。怖いな。時計は動いてないと。ドーナツが置いてありますね。お 開いただけ畳部屋ですね。まあ、ザ・日本の家的な感じだな、ほんと。怖いな、ここ。暗い。相当暗いですね。どっか行ける場所あんのかな？テレビ最が。後にテレビ見たのいつだっけ？そんな見てないの？なんか段ボールがやたら置いてあるんですよね。早く物を片付けなきゃな。やっぱ引っ越したばっかりっぽいですね。特に何にも。引っ越してからもう1週ああ、間経つのか。ここに書いてあった。1週間経つのかって言ってる。なんか音がする。なんか急にホラーが出てきたぞ。何の音？2階から落としてましたね。なんかここから落としてたんだけどな。ここ入れないんですよね。あ、入れる、ここ。あ、入れるようになった。自分の部屋か。あ、ライト。暗くなったな。だいぶのんきですね、主人公は。寝ないの。暗。あ、く。あー、なんか鍵がありますね、これ なるほど。これなんか見つける感じか。7。7って書いてある。2。2って書いてありますね。あ、すごい。ちゃんとウォシュレットのボタンまでついてる、これ。天地が逆になってる？主人公無反応。
特に気にしてない様子ですね。ん？あら。おお。落としてんな。九。二九七二九二九。これオプションで原因とか消せるんですね。あ、こんな窓見えてたか、ここ。あ、全然見やすいですね、こっちの方が。あ、なんかある。ケトル、トイレ、和室。ああ。ケトルか。この順番ってことか。ケトルの場所を見たけど何もないんですよね。あ、これケトル？あ、よ、これか。もう容易見えた。全然見てなかったですね、これ。これだ、4か。ケトルが4。そういうことか。キッチンのケトルじゃなかったんですね。開いた。開きましたね。何これ。え、これって借金ってこと？借金？ お！なんか変な音した。ん？あ、扉が吹っ飛んでますね。ん？ええー、そんな悲しいことって、これ、お母さん？えぐ、怖いんですけど。お母さんいたのか。なんて書いてある？4時間後。どここれ。なんか変なとこ来たぞ。借金を苦に死んじゃったのか。あれお母さんですもんね。ずっと家にいたってことなのか。だからリビングがこう逆転する現象は何だったんだろう。心霊現象だったってこと？あ、なんか建物見えてきた。おー。何 これ どういうこと？なんで首吊り縄がいいって書いてあるんですけど、他にスルーしたいんですけど。あ、スルーできますね。あ、いけない。ちょっと なんでそこでいいなの？わけがわかんないんですけど あれひどくないですか？ここで、なんでそんなことしなきゃいけないの？これ。ビデオテープ、ジエンド。ひどい話だな、これ。何も救われないじゃないですか。なんか救済ルート、あ、でも歩いてるぞ、まだ。動かすとまだ歩いてるか、実は生きてたエンドなのかな。そういうことにしておきましょう。